アクトベはカザフスタン共和国の都市、アクトベ州の州都。2015年の人口は38万7807人。ラテン文字表記はオクタビュー。ロシア語ではアクチュビンスクと呼ばれる。住民の民族構成は多彩で、カザフ人とロシア人をはじめとして、ウクライナ人、タタール人、ウイグル人、チェチェン人、アルメニア人、ユダヤ人、ギリシア人などが住んでいる。 ペレストロイカ以前はドイツ人の大きなコミュニティがあった。アクトベという名はカザフ語で白い丘を意味し、19世紀の入植地であった丘に由来する。1869年3月、ロシアはオレンブルクからのキャラバンルートにあたるこの地に軍事要塞を建設し、周囲にスラブ人が農業のために入植を開始した。要塞は拡張され、 街も大きく整備された。1891年、アクチュビンスクという名の市に昇格した。1901年にはトランスアラル鉄道も開通した。ロシア第一革命ではボリシェビキが活発な反政府活動を展開し、ロシア革命で完全にアクチュビンスクを掌握した。その後、戦略的に重要なアクチュビンスクをめぐって、 赤軍と白軍が激しい争奪戦を展開し、1919年4月、アクチュビンスクは白軍の手に落ち、ボリシェビキの中央アジアへの連絡路は断たれた。しかし、9月になると、ミハイル・フルンゼのボリシェビキ軍は激戦を経て、アクチュビンスクを奪還し、それ以降に、タシュケントへの鉄路は赤軍の掌握するところとなった。1920年、 キルギス自治ソビエト社会主義共和国が誕生した後、カザフソビエト社会主義共和国のアクトベ州となる。第二次世界大戦では、工場がロシアやウクライナから疎開し、フェロアロイ工場やクロム工場も移転してきたため、工業都市として飛躍することになった。1990年代以降、アクトベのボルガドイツ人たちはドイツへ帰還した。2016年6月5日、 アクトベ市内の銃砲店や警察施設が攻撃されるテロ事件が発生。治安部隊との間で銃撃戦が発生し、6名が死亡し、10名が負傷した。このテロ事件を受け、治安当局はアクトベ市のテロの脅威度を赤に設定した。6月12日、カザフスタン当局はテロの脅威レベルを赤から気に引き下げた。8月14日、 カザフスタン国家保安委員会は、テロの脅威レベル、期を2017年1月15日まで延長した。ありがとうございます。